こんにちは、女装映画シューター、ホシトです。ここ何回か、私、愛用しているのは、この、CO2、ライブソースと呼ばれている、ものなんですけども、これは、やっぱりタンクの容量が、比較的ほどほどあるので、安定して、打てる、強みがですので、確かにああいうシューティングのねマッチ行って、そのマガジンのね冷えが気になったりとか、そういうことが、気にならなくなってくるんですけども、ということは、そのマガジンの不調で、あんまり物が出せなかった中毒というのも、この CO2 の外部操作にすると打てるようになるんではないかなと思って、今回はですね、こんな小さい、マガジンに、ちょっとプラグを、つけてもらいました。こういう細工もね、いつもバーストさんで、お願いしてやってもらってます。ポーリアムのバーストさんは、エアガンショップなんですけども、こういうねカスタムを得意としているところですので、よろしかったら、お問い合わせしてみてください。さて、このね、小さいマガジンなんですけど、これは何のマガジンかと言いますとですね、過去にも何回か私の動画の中で、登場しているので分かっている方は分かっていると思うんですけども、こちらになります。こちらは、台湾の、アーマーワークスという、ところで出している、モデル712になります。モーゼルで有名なのは、モーゼルミリタリーといって、ね、上からこうガシャンってね、カートリッジを刺す、というのが有名なんですけども、これはここに、マガジンがついていて、ここから、弾を給弾する形になります。これがやっぱりですね、冬はもう全然、撃てる気がしない銃だったんですけども、今まだ暖かいんで、ちょっとその辺は、本当は真冬に検証してみるべきなんでしょうけども、今回はちょっとこれで、ライブソース化して、ちょっと撃ってみたいと思います。はい、まずはちょっと命中精度を、調べてみたいと思います。6メートルぐらい先に、8センチのね、ターゲットがあるんですけども、こちらに向かって、ちょっと、打ってみたいと思います。ちょっと標準のね調整も兼ねて、ちょっと打ってみたいと思います。さて、じゃどんな感じになるか、打ってみたいと思います。なんか今タマホの時間がある。タマホ打ちましたね。ちょっと上ですね。6時標準ぐらいですね。ちゃんと、ホールドオープンまで、しました。やっぱり外部ソース安定して打てる感じがします。それでは、次は、これでいつもの、PPS の、ステージを打っていこうと思います。実は何回か、この PPS のステージを、このモードで打ってはいるんですけども、大概、途中でマガジンの不調とかで、ちょっと、タイムがね、良くなかったり、
することが多くて、まあ、ちゃんと打ち切れたことがなかったんですけども、今回はちょっとライブ放送したので、ちょっと期待を込めて打っていきたいと思います。はい、まずはハイタッチから始めていきます。はい、まあ、2.18 はい、セカンド1.98 はい、ラスト2.16 でした。はい、以上です。はい、次はチェックです。いきます。はい、あ、2.91 はい、セカンド2.7 はい、ラストです。 2.75 でした。はい、以上です。はい、次はカーボイストリートです。いきます。あ、2.57 はい、セカンド 2.47 はい、ラストです。 2.45 でした。はい、以上です。はい、次は LR です。いきます。あ、2.97 はい、セカンド2.77 で、まあ、バッバッ 3.7 でした。はい、以上です。はい、次はマウントレンジです。はい、あ、3.16 はい、セカンド 3.59 はい、ラスト 3.9 でした。はい、以上です。はい、ラストは、アウトレンジのミラーです。そしてローアンドルから狙っていきます。はい、いただきます。あ、3.42 はい、セカンド3.39 はい、ラスト
3.28 でした。はい、以上です。はい、以上のような結果でした。タイムの方は、こんな感じです。やっぱり、打ちやすい中途はタイムはね、ちょっと違うんですけども、それでも、ノントラブルで、打ち切ることができました。本当はね、真冬で、ちょっと検証してみるべきだと思うんですけども、また今度ね、機会があれば、冬にやってみたいと思いますけども、やっぱりガイドソースだと本当に、安定して打てるなって改めて、感じました。このね、銃、私が子供の頃一番好きだった銃だったんですけども、未だにね、そういうのがこうやってエアガンで打てるなんて本当に、夢のようです。もう生まれてから、もう百何十年も経つような、モデルなんですけども、未だに魅力のあるモデルかなと思いました。はい、今回は、このワーマーワークスさんの、モデル712でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。